日本共産党参議院議員、来るべき参議院選挙の比例代表候補でございます。岩口智参議院議員をご紹介いたします。お集まりいただきました皆さん、明けましておめでとうございます。ただいま紹介をいただきました日本共産党参議院議員の岩口智でございます。今日は達増拓也知事、そして木戸口英司参院議員、横沢貴則参院議員、そして今野議長からはすいません、私大爆笑してしまったんですけれども、会場本当に和ませる素敵なお言葉もいただきましたけれども、各団体の皆さん、そしてこれだけ多くの皆さんがご参加をいただいて、新しい年を始めることができたこと、私も本当に嬉しく思っております。6年前の参議院選挙は市民と野党の共闘が本格的に始まった参議院選挙でした。この選挙で木戸口英司さんと一緒に初めて国会に送り出していただきました。今度の参議院選挙で今度はまた2人揃って2期目に挑戦をするということになります。この共闘が私が国会に送っていただいた後も、国会の中でもそして外でも大きく広がって、広がるだけではなくて実際に政治を前へと動かしてきた。そして小選挙区でも定数1の選挙区でも十分とは言えませんけれども、勝利をする、こうした力をつけてきた。このことが先の総選挙では、激しい野党共闘への攻撃、とりわけ日本共産党への攻撃、これ今も行われておりますけれども、こうした攻撃が行われる状況を作ってきたんだというふうに思います。で、最近安保法制が強行された2015年の9月のことを何度も思い返すことがあります。で、その時私はまだ議員ではなかったんですよね。でも国会前に駆けつけて、本当に全国からたくさんの方たちが国会前に集まって、いわゆるコールをしていたわけなんですけれども、この安保法制が強行された瞬間にコールがパッと切り替わって、安保法制今すぐ廃止、野党が共闘、こういうコールになったんですよね。で、こうしたやっぱり市民の皆さんの世論と運動に背中を押されて、野党の共闘は前に進んできました。で、野党が力を合わせているというだけではなくて、そこにやっぱり市民の皆さんがドーンと座っているということが相手にとってどれほどの脅威になっているか、だからこそ攻撃が激しく行われているということだと思っています。で、今度の参議院選挙は市民と野党の共闘の力をさらに一段レベルアップさせて、選挙区で必ず勝利をする。そして共闘の要になっているこの日本共産党を何があっても頑張り抜くことができる日本共産党を伸ばしていただいて、政権交代につなぐる一歩を踏み出すために、私も全力で頑張り抜く決意です。皆さんどうぞよろしくお願いをいたします。すいません、私だけ少し長めに時間いただいているんですが、ちょっと恐縮しちゃうんですけれども、先ほど来話があるように今年は党創立100周年なんですよね。で、私も日本共産党の一員になって、実はというほどでもないですけど四半世紀以上過ぎているんです一体いくつなんだっていう感じですけど、私も誰もが人間らしく生きることができる社会を作りたいっていう思いで日本共産党の一員になりました。で、今から25年以上前も日本でも世界でも一部のお金持ちだけがね、たくさんお金を持っていて、その一方で食べることすらできないっていう方たちが
いるっていうことにすごく衝撃を受けて、やっぱりこの格差をなくしたいというふうに思ってきました。そしてやっぱり人間らしく生きることを一番奪っている戦争や核兵器をなくしたい、その思いで戦争に命がけで反対を貫いた日本共産党に信頼の思いを寄せて日本共産党の一員になりました。で、今ほど日本共産党が大きくならなくてはならない、この党を大きくしたいと思う時はありません。今年の年末年始は、昨年末女性による女性のための相談会っていうのが東京で開催をされたのをはじめ、年末年始役所が空いていない間なんとかして命をつながなくちゃということで、各地で相談会が行われました。で、お互いに助け合う、支え合う中で命をつなぐ取り組みですけれども、自分たちの努力だけでは、お互い助け合うだけではやっぱり限界があります。自己責任を押し付ける政治から、命と暮らしを守る政治へ変えていく、そして女性が非正規で働き続ける、これをやめさせて男女の賃金格差を正していく、こうしたことに政治が役割を果たす、いわゆる公助の部分をもっともっと広げていかなくてはならないと思っています。で、年末年始私もいろんな駅を利用したんですけれども、駅のホームで本当に家族の方たちが電車に乗ってる家族を見送る姿っていうのを何度も見かけたんですよね。久しぶりにやっぱり再会を喜び合うと同時に、オミクロン株の感染が広がり始めていることに不安を感じる新年でもあったと思います。で、先ほど菅原健一長が、緊急対策必要だという話されてましたけれども、その対策に私も全力を尽くしたいと思うのと同時に、やっぱり今回の感染拡大で私が見過ごすことはできないなというふうに思っているのは、沖縄や山口など、米軍基地に関わるクラスターが相次いで起きているということなんですね。で、 PCR 検査もしないで、 入国をすれば基地の中でも外でも自由に営業することができる、そうした中で市中感染がどんどん広がっています。で、この米軍に関わってお話しすると、昨年末に三沢基地所属の F-16 戦闘機が燃料タンク2機をまさに民家のすぐそばに投棄をするという大事故が起きました。本当に人的な被害がなかったのが奇跡的だというふうに言われるぐらい の事態だったというふうに思います。それなのに原因もわからないまま飛行は再開をされて、で、その後東北北海道で行われた日米共同訓練にはオスプレイ12機が参加をするということになって、で、実際目撃情報とか騒音の情報も私たちのところにもいろいろ寄せられてきました。で、この2つの問題で高橋千鶴子さんや上智子さんとも一緒に防衛省に抗議の要請をしたんですよね。で、私たちは共同訓練には反対なんだけれども、せめてね、じゃあオスプレイが一体どこを飛ぶのか、いつ飛ぶのか、その情報を住民に知らせるべきじゃないのか、こういうふうに防衛省に求めたんですよ。そしたらその担当者が何て言ったかっていうと、米軍にお願いしてみますって言ったんですよね。それでね、こちらも抗議をしたら慌ててその発言は撤回をしたんだけれども、やっぱり日米地位協定を抜本的に見直すことと合わせて、アメリカ言いなりになっている政治をやめなければ、日本の国民の命や暮らしを守ることができないってことがいよいよ明らかになってきたというふうに思います。で、こうした状況の下で昨年末の臨時国会の中では議論した補正予算に約7700億円を超える軍事費が盛り込まれて、閣議決定された来年度の予算案の中にもこの軍事費過去最高を更新するってことになっています。だからもう合わせると6兆円以上に今膨れ上がっているんですよね。で、さらに
岸田総理が敵基地攻撃能力の保有を検討する、こういうことを表明する中で安保法制という憲法違反、そして敵基地攻撃能力を保有するという憲法違反で、これを改めるんじゃなくて憲法の方を変えてしまえということで、改憲勢力が今度の参議院選挙で参議院でも3分の2を超える議席を得ようというふうに狙っています。で、今度の参議院選挙は憲法を壊す政治から憲法を暮らしに生かす政治を作っていく正念場の選挙になります。だからこそ絶対に勝たなくてはならないと思っています。で、最後にですね、6年前に国会に送っていただいてから東日本大震災津波と東京電力福島第一原発事故で被害に遭った方々の声、そして原発のない社会を作ってほしいという皆さんの声をもう折に触れて国会に届け続けてきました。で、災害公営住宅に入居をすればそれで復興したということにはならないし、例えばグループ補助金の自己負担分の返済、これ非常に苦しいと、まあ、コロナ禍が重なったり、まあ、いろいろな事情が重なって非常に困難だという実態も寄せられています。時間が経過をすれば良くなるというだけではなくて、新たな問題が次々出てきています。ところが岸田政権になって初めて復興大臣が他の大臣と兼任をされるということになりました。で、東北の復興なくして日本の再生なし、こういうふうに口では言うんですけれども、臨時国会の冒頭で岸田さんが行った所信表明演説の中では大震災については一言触れただけ、原発事故については原発の毛の字も出てこないという所信表明演説でした。で、共産党の国会議員団の中に福島チームというものがあります。で、これは全員がメンバーで、千鶴子さんが責任者をやってるんですけれども、この福島チームで昨年末福島県の浪江町対馬というところに調査に行ってきました。で、この対馬というところは10年以上経った今も住民の人が戻ることができない帰還困難区域っていう地域なんですね。で、4万羽の鶏を飼っていた、養鶏場に行ったんですけれども、ここが非常に対馬って雪深いところなんですけど、雪の重みで潰れて、でもずっとそのままになってたもんだから鶏の、骨がその鶏舎のところにそのままになっているっていうような状況だったんですよね。で、ああした状況を見ても原発事故そのものがもう終わってないってことをもう本当に何よりも示しているものだなというふうに思いました。で、この事故の被害は今も続いています。そして今汚染水の海洋放出をめぐって政府が福島県の漁業者と関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないです。約束したにもかかわらず、漁業者はもちろんですけれども、例えば農家の皆さんや観光業者の皆さんや消費者の皆さん、福島だけじゃなくて、岩手でも、宮城でも、青森でも、そして、茨城などでも、全国で反対の声が広がっているのに、海洋放出の準備を強行させる、こうした強権的な政治が進められています。で、汚染水そのものをやっぱり増やさない対策必要だと。で、大型タンク設置する、海洋放出しないための方法いくらもあるじゃないかと提案をするんだけれども、まあ、政府も東京電力もまともにこうした問題議論をしていないんですよね。で、方針を撤回させる世論と運動を皆さんと一緒に広げるためにも力を尽くしたいと思っています。で、今度の選挙で日本共産党は比例代表で5議席を絶対取ろうというふうに目標を掲げて挑戦をしています。で、前回の選挙を振り返ってみますと5人当選したうち私は4番目で当選したんですね。でもね、4番目と5番目の差っていうのはほとんどないんですよ。なので私はもし国会に送っていただけるのであれば5議席確保できるということになるんだと思います。で、今度の選挙から
私の担当地域東北北海道だったところになんと北関東が加わって、実に国土の 45% が私の担当地域になりました。ただその中でも私の活動の中心は私が、いる東北です。なので皆さんの力が必要です。皆さんと一緒に新しい政治を切り開くために私も全力で頑張り抜く決意です。この決意を重ねて申し上げまして、新年のご挨拶と私からの決意に変えさせていただきたいと思います。皆さん共に頑張りましょう。参議院選挙勝ち抜く力強い、決意でございました。